はい、皆さんこんにちは、フローアーティストシンです。今月号のフローリストオンライン How to do はホワイトデーに贈りたいお花です。ホワイトデーはもう男性からですね、僕みたいな男性から女性へのバレンタインの恩返しじゃなくて恩返しじゃなくてなんだっけ、お返しですね。まあ、さっきこれ持ってるんですけど、このニューサイランを使ってちょっとこうコンストラクションねを作って、そこにお花を入れ込んでいきたいと思います。まずはこのコンストラクションを作っていきます。ニューサイランをまあこのように皆さんから見てこうですか、手前長く後ろ短くみたいな感じでこういうふうに持ちます。そしてもう一本ね、ここの手前のところにこのように、こんな感じのコンストラクションを見えますか、作りたいと思います。なのでまずここの長さをねある程度こういうふうにここ段差、手前長く後ろ短く、まあどっちでもいいですけどね、してここの根元をこうカットします。はい、そしたら今度この返しですね、返しをここにつけるんですけれども、これはこんな長くいらないんで、本当にこう短くカットします。こんなふうにね、そしてここでこれあんまり長くするとみっともなくなるんで、このぐらいにしましょう。このぐらい返しをつけて、ここでワイヤーでここを留めます。もうワイヤーはこう20番ワイヤーぐらいだったらこう突き刺さるんで、この20番ワイヤーをえ、20番ワイヤー刺さらないですなのでこう竹ひごみたいので先にこう穴を開けておいて、まあ後で見えなくなるんで、こんな風にワイヤーで見えますか、こんな風にワイヤーで留めときましょう。でもう一箇所、そうだな、この辺りしましょうかね。この辺りにもう一箇所穴を開けて、このようにワイヤーで留めます。はい。あ、そしたらここに少しこうベロベロしてるとか出ますね。これはあんまり近くでカットすると裂けちゃうんで、少し短めにカットしておきましょうか。ここをカットしました。これでコンストラクションの出来上がりです。ではここにお花を入れ込んでいきます。イエイ。運ぶはカラスと人々の群れ、いい
DB では皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。よろしくお願いいたします。逃げ恥恋ダンス、すげえ難しかったぜ。じゃあな。